はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズの第28弾をお送りします。で、今回もね、受験の各問使っていきます。で、4問ありますので、まずここでね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあいつも通りね、画面下げますのでお待ちください。ちょっと画面動きますよ。よいしょ。ほ、もうちょっとこの辺かな。よし、じゃあ行きましょう。で、この問題はね、ツイッターの方にも貼っておりますので、よかったらチェックしてみてください。ひらがなのね、はい、1の3文字で検索すれば出てきます。で、今回の関数、なんでこれ取り上げたかっていうと、個人的に珍しいなって思ったことがあって、それが二次関数と反比例のコラボなんだよね。あんまり見ないです、個人的には。あとは、この問題のね、4問の構成が上手。そう、まあ、いい問題だなと思って。で、難易度としてはちょっと難しいです、個人的には。難しいかな。まあ、4番とかはね、それ相応の難易度なんですけど、2でこれ来るみたいな感じのやつなんですが、まあ、確認してみてください。じゃあまずね、問題文に載ってる情報を移していきます。で、2つ書いたのはこれ4番用に説明ね。で、こっち 1,2,3 で使っていくんですけど、まず関数が y イコール ax 2乗と y イコール x 分の10ですね。これ上ちょっと厳しいかな、ちっちゃいといけるかな。まあ、二次関数が ax 2乗で、反比例の方がx 分の10と、まあ、ギリギリだね。じゃあこっちも行っちゃいます。x 2乗と、x 分の10。で、座標が結構出てるんですよね。まず a がマイナス2の2となってて、ちょっとここに書きましょうか。マイナス2の2。こっちも、マイナス2の2。で、あと C かだっけ ?B だっけ ?B かが2の5なんだよね。で、B が、これが反比例のね、グラフの上に載ってるやつで2の5。2の5と。で、あとが A を通って X 軸に平行な直線と、もう一個の交点 C。つまり、これ、真横なんですよ。で、二次関数っていうのは必ず Y 軸で対称ですよね。真ん中の Y 軸でちょうど綺麗になってる。ってことは、A と C はちょうど反対側にあるので、C、まあ、Y 座標はさ、高さ同じだからもちろん変わらないんだよ。ここはね、こうやって。で、X 座標はちょうど右側の反対側にあるわけだから、こっちマイナス2だったらこっちは2ですよね。ってとこにまず気づけるかどうかが大事ですね。じゃあ、この情報をもとにやっていきます。で、1番が A の値求めなさい。で、これは別に C が出せなくても、A がさ、この関数の上に乗ってますよね。で、関数の上に乗ってれば代入して OK なので、X 座標に、X にマイナス2、Y に2をここにね、代入すると、2イコール、マイナス2を2乗すると4なので、4a。で、これ、両辺4では、ちょっとね、計算しちゃいますけど、4分の2、約分すると、a イコール2分の1と。まあ、これはすんなり出すことができます。だから、ここも書き換えちゃいましょう。2分の1、こっちまでね。2分の1と、こうなります。で、2番なんですよ。個人的には関数をこうずっと、まあね、練習してくれてる子なんかは、3番の方が解きやすいんじゃないかなと思います。わかんないけどね。で、2番は、3点 ABC を通る円の半径を求めなさいと。つまり、この ABC を通る円があるんだって。で、今ちょっとこっちに出しちゃいましたけど、これね、ざっくり言うと、どの辺かな。まあ、こう、な、絶対おかしいけど。ごめん、まあ、こんな感じだと。いや、これ絶対おかしいな。ごめん、でも、まあ、許して。まあ、こういう円が隠れてると。で、その時に、こいつの半径を求めたいのね。で、そのためには、やっぱり中心が欲しいと。
で、これは自分が、俺が解いた方法なので、ちゃんとした解き方と違うかもしれないんですけど、まあ、こいつの中心を求めたい。で、円の中心の求め方っていうのは、弦。円がありますよね。どこでもいいんで、一本こう弦を引きます。ちょっとここ伸ばさないのがいいね。こいつの垂直二等分線。やりましたよね。垂直二等分線。そしてもう一箇所どこでもいいです。じゃあ例えばここにしましょうか。ここ。これの垂直二等分線。これの交点が中心になるんです。これは円の中心の、まあ、作図とかでもよく出てくる知識なんで、これも覚えておくといいです。二箇所の弦、どこでもいいんだよ。弦を垂直二等分線、二本引いた交点。そこが中心なの。で、今それを使って中心を求めます。で、どうやるかっていうと、まず、ここに AC っていうのがありますよね。で、これの垂直、ここね、今、ここ。ここの垂直二等分線って思いっきり Y 軸ですよね。これ Y 軸。つまり、まあ、Y 軸の上に中心があるってことがわかります。だから、中心、この上にあるので、X 座標は0なの、絶対に。この上にあるからね。じゃあ、もう一個の弦どこかっていうと、この BC を使うといいです。BC。で、今、B が2の5、C が2の2なんですよ。これの、ちょうどど真ん中。ここなんです。通るところがね。で、ここのさ、Y 座標、高さが欲しいの。で、どう考えるかっていうと、じゃあ、ここ2です。高さがね。2。ここの高さは5なんです。じゃあ、2と5のちょうど間の高さっていくつって考えればいい。まあ、中点ってやつですよ。ね、間の高さ。で、もちろん、こうね、2と5から1個ずつ数えてってやってもいいんですけど、間の中点、ど真ん中っていうのは、この数字とこの数字を足して2で割ればいいんです。つまり足して7でしょ。だから、間はここ、2分の7なの。ちゃんと書くと、まあ、いいか。ここね、ここが2の2分の7。まあ、こっちはね、あんま使わないんで。高さが2分の7ってことがわかります。だから、中心、ここの座標は0の2分の7ってことがわかる。じゃあ次どうするかっていうと、結局半径求めたいんですよ。で、半径は、まあ、ここでもいいし、ここでもいいし、ここでもいいんですけど、今ちょっとここで出します、ここ。X ね。で、三平方の定理を使いたいので、ここで行きます。三平方の定理。で、今、ここ、じゃあここ行こうか。ここの長さっていうのは、つまりここと同じ。だから座標を見たら2の2なんで、ここは2なんだよね。2の、あ、ごめん、2の2っていう座標だから。右は2行ってるから、ここは2。で、ポイントなのはこっちです。ここの長さ。いいかな?で、今、ポイント、まあ、ちょっと書いていいかな。B と C のど真ん中なんで、まあ、この辺にある中心が。で、ここに、こうやって直角三角形を作ったのね。で、ここの座標が、0の2分の7でしょ。で、2分の7っていうのは、ここの長さね。ここ全部。でも今、使いたいのは、ここだけなの。だから、2分の7から下の部分を引けばいい。下の部分っていくつかって言ったら2だよね、高さ。だから、2分の7から2を引くと。これいらないね。で、これやると2分の3ってことがわかるから、この長さは2分の3になります。つまり、ごちゃごちゃやってきましたけど、これで三平方の定理が使うことができるので、よいしょ。まず、X の三平方の定理使って、X の2乗イコール、まあ、どっちでもいいけどね。2分の3の2乗、4分の9、プラス、こいつの2乗なんで、4になる。で、右辺を通分すると、これ4分の16だから、X の2乗イコール、4分の25になります。で、2乗を取る代わりに、右辺に、プラスマイナス、ルートをつける。これがルール。で、ルートっていうのは、分母と分子に分けて考えていいので、ルート4とルート25って考えられるんだよね。で、ルート4っていうのは2ですよね。で、ルート25っていうのは5後25だから5って言って、両方ルート消えるんだよね。で、こうなります。
で、今、半径っていう長さを求めてるので、長さにマイナスはありえないでしょ。だから、プラスしか使えないんで、これ下入る。あ、待って。画面が見えない。なので、こっちでいっか。半径イコール、先に5を返しちゃった。2分の5。これ単位どっか使ってるっけ？センチとか何も書いてないんで、これは単位なしだね。よいしょ。これが答えになります。いやもうほんと正直言うと、これもっと簡単な方法ある気がします。ただ自分がね、ちょっとこれでしか解けなくって、そう今これ紹介したんですが、問い2だからさ、いや、4問あるだから問い2ってそんな難しくないと思うんで、ごめん、なんかすげえ簡単な方法あってね、コメント欄で書けるようだったらぜひ書いてみてください。すいません、ちょっとね、これしか、ご紹介できなくて。では、3番いきましょう。次は2のグラフなんで、反比例の方ですね。グラフの上に点 P を通って、三角形 ACP の面積が12になると。その時 P の座標を求めなさいっていうことなので、まあ P、まあこの上にいると。まあこの辺にちょっと置いときましょうか。P ね。その時、ACP、まあこの面積です。これが12になりますと。じゃあ P の座標どうなりますかっていうやつ。で、座標を求めたいときは文字を使って置いてください。で、この P を、ここでいこっか。問い3。問い3ね。ちょっと囲っとこっか。今更だけどね。よいしょ。ちょっとはみ出てたらごめんよ。大丈夫かな。で、まず P を、X 座標を T を使っておきます。もちろんこれは違う文字でも構わないです。A とかでもね。で、文字は2種類使っておくんではなくて、必ず1種類で済ませる。で、Y 座標、こっちはどうなるかっていうと、今は T 分の10となります。こう置く。なぜかっていうと、X を T って置きました。P は、この関数の上に乗ってるんで、さっき1番でやったように、X 座標の T を XT に代入して OK なんです。上にいるからね。ってことは、y イコール t 分の10ってなるじゃん。t を入れたら。だから、y 座標は t 分の10って置けるんで、こういう風に置きます。いいね。で、あとは、三角形の面積を出しに行くと。で、底辺はここにしましょう。真横でちょうどやりやすいからね。で、この長さなんですけど、真横の線っていうのは、右にある x 座標から左にある x 座標を引きます。右から左の x 座標ね。つまり、ここからこれを引く。2引くマイナス2だから4です、この長さ。もちろん、座標2だからさ、ここが2で、ここマイナス2だから、ここ、長さは2じゃんか。座標はマイナス2になってるけど、長さは2だからね。って考えて4ってしても構わないですけど、まあこういう風に考えます。右から左を引くの。X 座標ね。で、次、高さなんですけど、高さはここです、今。こう。真下に下ろしたこの部分ね。で、真下、ごめん、まっすぐ縦の線っていうのは、上の Y 座標から下の Y 座標を引きます、今度。で、上の Y 座標っていうのは、今、ここ、t 分の10だから、こっちだね。これから、ここの Y 座標。ここ、高さ全部2ですよね。だから Y 座標2なんで、この高さの部分は、t 分の10引く2ってなります。Y 座標引いただけだよ。これ高さね。つまり、底辺4かける、高さはね、カッコ使って、t 分の10マイナス2で、三角形だからかける2分の1。これをすると、今12になりますよって。これで式完成です。あとこれちょっと頑張って解く。で、まあ、ここは、ここまでかけ算繋がってるんで、まあ2をかけちゃいましょう。で、2で割っても全然いいんですけど、まあ先には2を配りましょうか。2が残ってるんで、t 分の10に配ると t 分の20。マイナス2に配るとマイナス4。イコール12。で、こっち持ってくると t 分の20。イコール16になります。で、これはですね、まあいろんな教え方がある。あるんですけど、一応数学が苦手な方もね、まあ無限にというか、それを意識して取ってるので、自分がよく塾講師の時に教えてたのは、これね、下に文字があるとちょっと、んって思う子がいます。だったら、16ってさ、無理やりすれば1分の16でしょ。同じじゃんか、16が。
で、分数イコール分数にしたときは、罰掛けっていうのが使えて、ここと、ここをかけることができます。だから、16と t かけて 16t でしょ？こっち持っとくよ。16t イコール20と1かけて20って、こうね、式を変形できるんです。もちろんね、このまま逆数にしてってやっても構わないんですけど、まあこういう技もあるんだと思っといてください。罰掛けね。分数イコール分数としか使えないですけど。で、両辺16で割ると、t イコール16分の20、約分すると、4分の5とこうなります。いいかな？で、今出したいのは p の座標です。だから、この t の値を、こことここに戻してあげる。つまり、p は、x 座標は4分の5で OK だよね。で、ここなんですけど、これ、ね、多分普通に入れるとさ、4分の5分の10ってなって意味わかんなくなります。これ知ってる子はできるんでしょうけど。で、これはね、t 分の10、分数っていうのは小学校の時やりました。これ割り算に戻すとこうです。10割る t なんです。10割る t。こうね。だから、それを10割る t ってことを意識すれば、t を戻せば10割る4分の5でしょ。で、割るの後の分数っていうのは、掛け算に直して逆数にすればいいと。これ小学校のやつね。で、約分すれば2になって掛けて8と。これで P の座標が出ると。ごめんね。まあ、もちろんね、計算してることは若干3番難しいんですけど、まあ、この問1、問3はもうすごいなんか王道な感じ。よく出てくるんだよ。と、これがね、でもちょっと変わってるなっていう印象がすごくあります。よし、じゃあラスト、問4行きましょう。さ、板書が入るかめっちゃ不安。いけるかな、これ。で、問4はですね、まあ、座標は変わってないんですけど、いっぱい線を引いて E とか D ができてます。まあ、今図になってますけどね。で、その時に三角形 BDE。ちょっとね、いっぱい書くから囲むだけにするよ。ここね。この三角形の面積は OAB。このでかい方ね、ここ。の面積の何倍か求めなさいと。で、このホニャララがホニャララの何倍っていう時は、そのホニャララとホニャララを出すのが簡単です、基本的には。両方出してしまう面積をね。つまり、両方出しに行くんですが、どっちからそっか。三角形、OAB から、まあ一回順番で BDE から行こうか。で、これはですね、出すときに必要な情報があって、OAB も BDE も D の面積、D と E の座標が必要になります。座標がね。で、これ今出し方やるんですけど、書いた後消すので、ごめんね、ちょっと最後残らないんですが、まず D の座標、これは直線 AB の切片です。だから、普通に AB 求めましょう。もうね、直線の式を。で、マイナス2の2。2の5を通るって分かってるから、もちろん傾きから出しても構わないんですけど、直線だから y イコール ax プラス b です。まずこれを x と y に代入すれば、2イコールマイナス 2a プラス b。これをもう一回、ここに代入すると、5イコール 2a プラス b となります。で、まあ、これ、あれだね。a が揃ってるんで、まあ足しちゃおうか。7イコール 2b なんで、b イコール2分の7と出ます。で、これはですね、直線の式が欲しいんじゃなくて、傾きだけが欲しいんで、こういう感じで b が出ちゃえばもういいんです、この後計算しなくて、a は。性格上、いや、私は全部やりたいっていうんだったら止めはしないですけど、時間もったいないんで、切片だけ欲しいなと思ってるから、もう、この0の2分の7っていうのが分かったら、まあ、撤退しちゃいましょう、ここで。で、これで D がゲットしました。で、次、E ですね、ここ。で、E は、この AC と同じ真横の上に乗ってるので、Y 座標は2なんだよね。高さ同じだからさ。で、あと X 座標が欲しいんですけど、これはね、直線 OB、原点通ってるから比例なんです。比例。で、比例なんで、Y イコール AX を使って直線の式を求めることができます。で、今 B がさ、2の5を通ってるんで、まあ2と5を代入すればいい。で、もっとちょっと簡単にいくと、2の5でしょ。つまり、2行って5上がってるんですよ。
2.5。だから傾き2分の5って出してもいい。まあ、それは楽なんですけどね。だから傾きがわかるから2分の 5x。これが直線 OB ね。で、この E を求めるためには、この E もさ、この直線乗ってるでしょ。で、Y 座標が2って分かってるから Y に2を代入する。こうやってね。で、これ両辺に5分の2をかければ、X イコール5分の4となるので、X 座標が5分の4ってことが分かります。で、これだけ D と E が揃えば、もう倒せるじゃねえや。面積は出せます。じゃあまず三角形 BDE から行きましょう。ちょっとちっちゃく書くよ。で、よく自分が言いますけど、関数の問題で面積、三角形の面積とかが出てきたときは、底辺と高さが必要でしょ。その時に、真横とまっすぐ縦がないと難しいんです。基本的に求めることが。こういう風に全部斜めじゃんみたいな。面積ってきついよね。中学校の知識だと。だから若干工夫します。で、どう工夫するかっていうと、自分だったらね、俺だったら、この BDE を求めるために、三角形 ODB から三角形 ODE、ごめん、鼻がムズムズした。を引きます、自分は。どこかっていうと、ODB なんで、ここ。これね、ここから ODE、ここを引き算すれば青だけ残るでしょ？っていう風にやる。だって ODB も ODE も底辺この OD っていうまっすぐ縦を使えば求められるからさ。だからいけると。で、やっていくと ODB。こっちね。底辺ここの OD です。つまり底辺2分の7。かける ODB の高さはこっちです。ここ。じゃあここの長さはいくつって言ったら B が2の5だから2でしょ。つまり2かける三角形なんで忘れず2分の1。引く、今度 ODE。同じく底辺は2分の7。かける、高さは今度、ここね。ここ。これは E の X 座標だから、5分の4。で、忘れずかける2分の1をします。もうめんどくさいでしょ？この数字見ただけでも。でも頑張ろう。で、これは2と、ま、ここ約分してもらえると、手前は2分の7。引く、こっちが、ま、ここが丸止めて約分するから、5分の7になります。で、下を10に通分すると、一応書こっか。こっちが5倍するから35。こっち5倍じゃない、2倍するから14なんで、10分の21と入ってるよね。オッケー。三角形 BDE は10分の21ってことは分かりました。で、次が OAB です。こっちのが簡単。三角形 OAB。で、OAB はちょっと赤で囲むか。ここね。で、これはもうよくあるパターンで、X 軸、X 軸と Y 軸、まあ今 Y 軸なんですけど、Y 軸で切れば、左と半、右に分けれるよねっていう、まあ今日も切るタイプでよく出てくるやつ。ってやっていきます。つまり、まあまず左側、こっち、ODA ですね、行くと、また底辺、2分の7です。2分の7。かける、高さは、ここね。ここ。ここの長さは、今座標が、マイナス2の2だから。マイナス2ってのは座標ですけど、長さは2個左に行ってるから、長さは2になるから、2かける三角形なんで、2分の1。で、今度足すね。さっきと違って。左と右足すからさ。で、右の三角形 ODB はさっき出したな。2分の7だったね。で、これで OK。で、まあこれ同じなんだよね。こっちも2分の7になるから、2分の7足す2分の7なんで2分の14つまり7になりますね。長かったね。これのラストだよ。で、最後求めたいのは BDE の面積は OAB の面積の何倍です。つまりこっち10分の21は7の何倍って言われてる。で、これの求め方なんですけど、ホニャララはホニャララの何倍って言われた時、こっちはこっちの何倍の時は、そっちからこっちを割るっていうのを覚えてください。 A は B の何倍って言われたら A 割る B なんです、求め方で。これやると7と21、まあ約分できるので10分の
3倍と、これで終了となります。ごめんね。はい、ということで今回はね、高校受験対策の関数シリーズの第28弾お送りしました。今回はね、最後までご覧いただいて本当にありがとうございました。で、まあ、このシリーズ、この問題はね、本当ちょっと特徴が結構あるんですけど、苦手な方は難しいって感じると思います。で、もちろんみんなの志望校に合わせて全部できる人はないです。いい？ないですけど、一番は絶対できるようにしましょう。どんな志望校の子でも。いいね。で、2番よりも、まず3番行ってほしい。個人的にはね、3番できるようになってほしいです。で、2番の知識も大事なんで覚えてほしいんですが、まあ、あとはみんなのレベルに合わせてね、こうできるところを選んでいってください。では、またね、引き続き他の単元とか、このね、続きも取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。